はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。今回は次週の3月18日月曜日から初登場となるキャラクター、若手人気歌手水木あゆみの史実のモデルとなった人物について紹介していきたいと思います。当初私が予想した方とは違っていましたので、そのミスリードについても明かしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。桐生桜さん演じる水木あゆみは第25週月曜日から登場する新たな登場人物です。水木あゆみはドラマの中では次のように描かれていくようですね。東京ブギーの大ヒットから9年が経った1956年、ブギーは古いという記事が出ていたりします。そんな頃に若手歌手水木あゆみが新たなスタートして台頭してくるようです。あゆみは鈴子の大ファンで、鈴子のことを尊敬している人物のようです。一方、鈴子は丸の内テレビの年末の歌番組にトリで出てほしいとプロデューサーからオファーを受けますが、トリの前に水木あゆみを持ってきてもいいかと聞かれるようですね。はい、それでは水木あゆみの史実のモデルとなった人物はどのような人物なのでしょうか。ドラマでは丸の内テレビの年末の歌合戦オールスター男女歌合戦として描かれていくようですが、これは NHK の紅白歌合戦がモチーフになっているものと思われます。ドラマでは東京ブギウギから9年後を描いているので1956年、この年の年末にあったのが第7回 NHK 紅白歌合戦です。当時のプログラムの一部ですが、確かに笠置シヅ子さんがトリを務めていらっしゃいますね。ヘイヘイブギーを歌われたようです。トリ前で歌った歌手は宮城真理子さんということで、笠置シヅ子さんは1914年生まれ、宮城真理子さんは1927年生まれということで、年齢差も7歳違いで、笠置シヅ子さんから見たら若手だったということになりますね。ですから水木あゆみのモデルとなった人物は宮城真理子と言えるのではないでしょうか。宮城真理子と水木あゆみ、ネーミングの仕方も似ていて絶妙ですよね。それでは宮城真理子さん、どういった方なのか、そして私が予想したものと外れてしまった理由について弁解をさせていただきます。宮城真理子さんのプロフィールですが、1927年東京蒲田生まれ、22歳で歌手デビューし、1955年のガード下の靴磨きが大ヒットしたようです。 NHK 紅白歌合戦にも計8回出場され、女優としても舞台やテレビで活躍されたようです。一方で養護施設根室木学園を創設するなど福祉事業にも尽力された方のようですね。予想が外れてしまった件などですが、私この過去動画で水木あゆみのモデルは美空ひばりさんではとミスリードしてしまいました。なぜ美空ひばりだと思ったのかについては次の2点ですね。持ち歌がなかった幼少期、美空ひばりさんは笠置シヅ子の楽曲をカバーしており、リスペクトが感じられたからというところと、やがて歌謡界では女王の座が笠置シヅ子から美空ひばりに変わっていった、そういった時代変遷を描くのかなと思っていましたが、見事に外れてしまいましたね。はい、ということで笠置シヅ子さんが紅白出場した第2回から第4回と第7回で、美空ひばりさんは紅白を出場されていません。これにはやはり2人の間に確執があり、共演 NG となってしまったのでしょうかね。
はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。いよいよ最終章ですね。それでは次の動画でお会いしましょう。